GCN がお届けするサイクリングロードレースハイライト。スペイン・バスクで開催された UCI ワールドツアー第62回イツリアバスカントリー最終第6ステージの模様をお届けします。最終ステージは恒例のエイバルが舞台。エイバルをスタートしエイバルに戻ってくる 137.8キロ、今年は山を下ってエイバルの町でフィニッシュ。上りフィニッシュではないですが、今大会初めて一級山岳が登場する山岳ステージです。さあ残り70キロを切って最終日にはおなじみ一級山岳クラベリンの上りに入っています。12人の逃げグループからゲレイロ、チャベス、クライスバイクの3人が抜け出しました。下り区間ではハンガリーチャンピオンのバルテルが先頭3人に追いつきます。個人総合1位ビンゲゴーのチームメイトが2人先頭グループに入っています。メイン集団も上りで人数が減っていましたが、下り区間で遅れた選手たちが追いついてきています。先頭グループとのタイム差も1分を切っています。そんな中、メイン集団からスーダルクイックステップのシュミットが飛び出し先頭4人に追いつきます。シュミットは第5ステージを終えて総合16位1分40秒差、総合逆転を狙っての動き。そのまま4人を抜き去って単独で残り35キロを通過します。フィニッシュまでは一級山岳、三級山岳がそれぞれ一つずつ残っています。一級山岳の途半、先頭シュミット、2番手を走っている4人のグループからハンガリーチャンピオンのバルテルが遅れ始めます。シュミットと2位グループのタイム差が35秒、メイン集団は1分10秒差です。一級山岳の上り口、メイン集団はユンボビスマのサムオーメンがハイペースで引っ張りペースを上げました。そしてオーメンが仕事を終えると出てきたのはユンボビスマのエース、リーダージャージのビンゲゴー。まだ残り30キロありますが、ここでビンゲゴーが仕掛けます。そして逃げていたバルテルと合流します。ビンゲゴーのこの動きについてこれているのは総合7位モビスターのマスだけ。総合2位バーレーンのランダ、総合6位コフィディスの4位サギレは少し遅れています。そしてビンゲゴーと先頭とのタイム差は30秒を切っています。ビンゲゴーは続いて逃げていたクライスバイクと合流しアシストを受けました。さらに逃げていたモビスタのゲレイロはエースマスのために走ります。そのタイミングでビンゲゴー再び加速、ここでマスが置いていかれます。ビンゲゴーの前に残っているのはシュミットと EF のチャベスのみ。タイム差は11秒差まで迫っています。山頂まで 1.7 キロ地点でシュミット、チャベスを捉えます。ビンゲゴーはそのまま2人を抜き去り残り 28.4 キロ、ここから先頭単独独走態勢です。山頂まで残り 500m を切りました。沿道にはバスクの熱烈なファンの大声援、これぞバスクの山岳ステージという光景です。2位グループはイギータ、4位サギレ、チャベス、ランダ、マス、ノックス、マクナルティの7人のグループになっています。総合3位4位スケルモースとゴデューの姿がここにはありません。さあ下りに入ってもビンゲゴペースを緩めません。タイム差が開いていきます。総合2位ランダとのタイム差は13秒あります。後ろのグループで一緒にフィニッシュしても総合優勝は守れますが、ビンゲゴここは攻めの走りです。一方後ろのグループはペースが上がらず上りで遅れた選手が合流してきます。総合4位グルーパマ F デジのゴデューもこのグループに戻ってきました。最後の3級山岳の途半に入ったところでビンゲゴーと2位グループのタイム差は1分以上に開いています。追走グループにはガル、シュミット、サイモン・イエーツも戻ってきています。再びこの3級の上りで追走の第2グループがばらけます。総合4位のゴデューは再び遅れ始めます。総合3位だったスケルモースもすでにいません。第2グループアシストもいないので先頭ビンゲゴーを追うというよりも総合3位表彰台争いの走りになってきています。第2グループでは逆転総合表彰台3位を狙ったノックスがアタック。ノックスは47秒差の11位、後ろのグループ最も総合3位に近いゴデュとのタイム差は15秒差です。残り1キロ、先頭単独のビンゲゴーは余裕のこのポーズ、後続とのタイム差も1分をキープし続けました。ステージ3勝、文句なしの総合優勝です。イツリアバスカントリー最終第6ステージ制したのはユンボビスマ、デンマークのヨナス・ビンゲゴーでした。ビンゲゴーは UCI ワールドツアー1週間のステージレース、これが総合初優勝になります。ステージ2位は総合3位逆転を狙ったノックス、ただ後ろのグループは2秒差でフィニッシュ、4位サギレがステージ3位でのフィニッシュとなりました。ステージトップ10です。ビンゲゴー、ノックス、4位サギレ、マクナルティ、イギータ、ゴデュー、シュミット、イエーツ、マス、ガルというトップ10になりました。総合2位のランダは11位でのフィニッシュとなっています。今年は上りフィニッシュの少ない大会でしたが、
昨年のツール・ド・フランスの覇者ビンゲゴーがその強さを見せつけました。そして総合成績1位ビンゲゴー、2位ランダ、3位にはステージ3位でボーナスタイムを稼いだ4位サギレが逆転で入っています。地元バスクの4位サギレ、2年連続最終日で逆転の表彰台入りです。改めて今年のイツリアバスカントリーはツールドフランス2連覇に向けてビンゲゴが強さを見せた大会となりました。さてオンデマンドサービス GCN プラスでは今後も世界の注目のレースをライブ配信、アムステルゴードレースジロデイタリアは日本語実況解説付きでお届けします。ぜひサブスクライブしてライブでもレースをお楽しみください。